待て。
ナイトビジョン起動。敵を発見した。大したもんだ。長い任務かもしれない。交代で寝るためスケジュールを決めている。敵が多いわね。大したものだ。敵に命中。いいぞ、ゴーストリード。ダメージを与えてやる。よし、ここはクリア。
敵のお出ましだ。エリア内に支援要員だ。注意しろ。このエリアに敵がいる。はい、すぐに向かう。ターゲットを確認した。バッテリーゼロ、戻すぞ。
ハノーバーが消えているのには気づいただろう。頭の弱いお前でも分かるように言うと、女は俺が捕らえてる。そいつを傷つけたくなければ例のものを持ってこい。ああ、お前が持ってるのは分かっているんだ。取引と行こう。ケープノース地方、シュガーローフ山の北西側にドクスがある。そこに、これは気が短いんだ。民間人だ。気をつけて。
ナイトビジョンを装着。指揮官確認。あそこだ、敵が。大したもんだ。大丈夫か。ええ、ありがとう。さあ、封印を解きましょうか。よし、説明してくれ。ええ、石板に開き方が書かれていたわ。石板自体が鍵で、それをはめるの。その後は、つまり開いた先には何がある。大まかに訳せば、恐ろしい危険ってとこ。つまり人々を全滅させかけた何か。とにかく、気をつけて。それはまたやる気の出る言葉だ。私たちは何世紀ぶりにここを見ているの。文字通り秘密の宝庫が目の前にあるのよ。硫黄や黒曜石といった天然の素材、ただ見とれる美しさ、本当に最高だわ。何もかもありがとう。礼はいらない。それより本当に大丈夫なのか。ええ、門が開いたことでガスは散ったわ。中に入れるようになったらすぐに石板とそこに秘められた謎の分析に取り掛かるつもり。私は研究さえできれば幸せだから、それで問題なしよ。役目は人それぞれだからな、博士。あんたが過去を守るなら俺は全力で今を守るだけだ。どんな研究をしているんだ。遺物の発掘や古代文明の痕跡を探しているわ。私はもともとアウロアエコミュージアムの責任者だったの。インフィニティ地方にある屋外スペースでね、スケルテックが発見した古代の遺物や美術品を展示しているわ。そもそもなぜスケルテックと。私は社会科学の博士号を取ってるけど、無限の予算付きの発掘の話があれば行くしかないわ。私が正しければこれまでの常識が覆される。学者連中がこぞってこの島に発掘に来るわ。火山について教えてくれないか。
あれは活火山だけど、そういう話？考古学者に地質学の質問をしてるの忘れないでね。まあ火山の話は好きだけど、エビデンスによると有史以前の噴火で火山灰や噴石が遠くまで飛散した。それが冷えて生まれたのがアウロアよ。すごい光景が見れたでしょうね。そうだな、死ななければな。命が危うい時、周囲を見たことはある？世界を新たな目で見られるわ。ゴーレム島の火山が本来の姿になれば壮観でしょうね。話してくれてありがとう、博士。じゃあまたね。火力が増えるのはありがたい。
要だというのに。エリアに民間人だ、注意しろよ。移動する。敵だ。攻撃する。敵に命中。マグロマンだ。傷を治すんだ。敵を死に。敵を見つけ。隊長を無力化。敵は手榴弾だ。いいぞ。ダメージを与えてやる。敵をやった。俺がどのあたりか見当はつくか。もちろんだ。どこを探せばいいかは分かってる。感謝する。
援護してくれ。排除しろ。戦闘ドローンを起動する。ドローンで優位に立てる。俺が仕留めてやるぞ。ちょうど必要だというのいいぞ。排除しろ。やつらをやれ。排除した。敵が消えた。ドローンを出す。探したぞ。気を抜くな。皆殺しにしろ。
ドローンオフライン。これから活用しようって時に、うん、
感謝する。
弾をつける。戦闘ドローン起動。注意しろ、あそこに敵だ。突撃兵がいる。さすがだ、コードキャットを閉める。コードキャット開いか、3回する。